36名水死するという事故が起きました。何？うわー、怖っ。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。セギ川の怖い話怖い話怖い都市伝説。これ結構地味に可愛いんだよね。地味に結構死にたくなるけど、後ろの人排除していいですか。排除しましょう。邪魔する気しかねえやつしかいねえ。上にぶち壊しに来てる。本日やっていく怖い都市伝説。おい、あ、なんだなんだ今日は。水死ってありますよ。水死ってあんま起きないわけですよ。まあそうだね。さかのぼること1955年、36名水死するという事故が起きました。何？36名、一気に多い。36名水死、一気に。どうした、何が起きた。ちょっと調べていったところ、とても奇妙な点がたくさんありましたので、おお、そちらを今回お話しして、おーい、解明しちゃいましょう。1955年7月28日、はい、三重県津市市、はい、津市、あ、津市ね、はい、峡北中学校という毎年恒例の海で水泳訓練みたいな、はい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 、溺れた時の訓練みたいなものが行われていた。なるほど。全学年揃ってやるイベントですので、なんと600名が当日参加していたと。規模がでかい。その600名の中の45名が高波にさらわれてしまう。あら、9名が渋滞、36名が亡くなってしまうという。いやちょっとでもね、先生ちょっとちゃんと見ててほしかったね、それはね。ざっくり言うとこういった事故なんですけど、何が起きていたのでしょうか。まあやっぱりただただ事故じゃないんですね、これは。そういうわけではないんです。なるほど。例年通り、まあ掃除、その日も朝10時に一斉にスタートして、200名の方たちは泳ぐのが苦手だったわけですよ、はい、あ、そういった生徒たちは浅めのところで、はい、まあ、訓練をしていたと。そこを除いて400名の方は沖の方で訓練したわけですね、はいはい、まあ、その結果高波が来て45名の方がさらわれてしまったと、うん、よくやるよね海でね、うん、まあね、でも俺らからするとそんな感じだよね、うん、海でやるっていう内容では、9名のうち1名、一番渋滞が重かったかな、うん、まあ、女性がいまして、まあ、その生徒はなんと20日間意識中、それで、まあ、20日後意識を取り戻してなんとか1名を取り留めたわけなんですけれども、よかった、それはよかった、はい、周りの医師とか先生に聞くと、もう毎日のように亡霊が来る、亡霊が来る、ずっとうなされていたそうです。意識不明で、ちょっと一気に意識不明です。目覚めてから聞いたところ、防空頭巾をかぶった少女の亡霊がめちゃくちゃ見えたと。あ、戦争時代の、ああそっか、戦争なくなった子かもしれないね、まあ、55年ですからね。あ、結構ここからミステリアスな感じになっていきます。その女性はですね、退院するとこの恐ろしすぎる記憶を忘れよう忘れようと努力していたのですが、ある日どこからか何を聞きつけたのか分かりませんが、新聞記者の方が押し寄せてきて、亡霊を見たそうですねと。うわあ、いやね、そんなこと聞くな。大量に質問されたと。で、実際にその新聞記事あるんですよ。ある、本当に載ってしまっていて。マジ、こちらの新聞の画像がこちらです。本当は女子生徒36名絶望か。この写真が実際のその海ってことか。まあもうこの時点でもガチなんですよ、うん、そうね、36名まず一気に亡くなったっていう事実を皆さん把握してください。はい、でもですね、新聞には聞かれましたけど、亡霊がいたなんて言って信じるわけないじゃないですか、はい、うん、そう、まあ、そんな簡単に頭がおかしくなったんだって思われると思って、この女性は何も言わなかったわけですよ、うん、でもある日聞きたくないような恐ろしい話をこの女性は耳にしてしまうんです。この助かった女性、梅川さんというんですけれども、はい、耳にしてから自分の中で使命感みたいなものに駆られてしまって、その海で起きたこと、前後で起きていたことを自分で調べるようになったわけですよ。それを聞くと、36名亡くなる事件が起きる 前日の数日間にわたって、海に浮かぶ火の玉みたいな目撃したっていう釣り師の方がなんと10名以上で、見てるじゃん。そして次、さらにゾッとします。腰まで海に浸かって海の中で釣りをしていた人がいたわけです。うん、その人が急にまっすぐ
剥き出しまして、気をつけをして、うん、海の沖の方に歩いていって、そのまま見えなくなって行方不明になる事件が4年間続いたんですよ。奇妙すぎんそれ。完全に憑依されとるやつ。やばくやばっ。そのまま妊娠したとして怖い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 。だってね、自殺願望あってっていうわけじゃないもんね。釣りしに来た。釣りをしてたってことはね。全員同じケースで、完全に自分の意思じゃないでしょ、それは。完全に怪奇現象、まあ、霊的何かが働いてそうじゃないですか。うん、渡辺さんっていう方がいるんですけど、はいはい、梅川さんと一緒で意識なくなっている人の一人だったんですけど、うんうん、20日間その人も亡霊が来る。え、亡霊が来る。え、違う人だ。うなされ続けて20日後亡くなってしまったんです。あら、渡辺さんは、そんなヤバい状態でそれをつぶやくってすごい。お前が一番ヤベえ状態一番ヤベえ状態。ビクビクしてるわ今。ヤベえ改めろ。壊れ方ヤベえこの事件ちょっと要点まとめてさせていただきます。火の玉を目撃する人が前日にたくさんいたと。まあ腰まで海に浸かった状態で入水していって自殺する方が4年連続でいたと。で、渡辺さんという方が一緒で亡霊が来るとうなされ続けて20日後に亡くなってしまった、うん、そして まだありまして、新聞の記事の発表後にですね、梅川さんと同じく何人かいるわけじゃないですか、渋滞だった方が、そう、ね、9人ぐらい、はい、うん、その方たちほぼ全員が防空頭巾をかぶった亡霊を見たと供述しているいやばっ、これマジでやばい。いやいや、ちょっと今すごい尊敬してる。映画になるレベルでしょここが最もゾッとする話なんですけれども、うん、ちょうど10年前、1945年、うん、7月28日終戦の年ですね、はい、それって何月でした？それは8月だよね、終戦は、はい、7月28、まだ戦争中なわけです、うん、同じ日ですよ、7月28日なんですよ、うんうん、たまたまちょうどその日 B29 がその海岸を襲ったんですよ。うわすごいすごい。で、なんと250名の方が亡くなってるんですよ。頭巾かぶった女の子は多分その B29 にやられた。まあそういうことだよね。まだまだ終わらないんですよ。もう謎解明したでしょ。全然解明後半に続くでもいいぐらいの。全然恐ろしいです。関川ですか。うわー関川。出た思ってほしくてね。ああ。もうどこに矢印を。これだけ多くの人数の方が一気に溺死した事件、世界でもこれしかないです。果たしてこの事件、ただの事故だったのでしょうかという。いや違います。違います。波って急に来るもんなのかな。そう僕はこの問題さえも調べてあります。ああなるほど、すごいぞ。なんとですよ、はい、とある番組、皆さんも知ってるような番組で、うん、この事件を取り扱われたんですよ。海に詳しい人が出てきて、これは離岸流だと。離岸流、なんだそれは。離岸流っていう、そういうなんか危険になる状態の多分流れがあるんですよ。まあ危険な海の流れがありますよ、はいはい、でそれで亡くなったと、そういう解釈で話したわけですよ。あくまでも自然現象だと。テレビで、まあ、出てから物議を醸して、いやそんな一斉亡くなるわけないだろうと。いや俺もそんな、まあ、そんなね、はい、おかしいから、ね、でまあ実際の例として離岸流でこの人数亡くなったっていう前例はもうないんですよ。もうそんなレベルの離岸流はないわけですよ。まあだからみんなの思う通り、10年前のちょうど同じ日ですから、何か忌々しい怨念でこのような事件が起きたのかもしれません。ちょっとね、幽霊まだ終わりません。とりあえず皆さん、中川原海岸画像をご覧ください。お、なんだ、うん、まあ、こんな感じなんです。あ、これがそのやつ。綺麗だね、結構綺麗だね。恐ろしいお話で最後に締めさせていただきます。これ最後だよね。これは本当に最後だよ。まあその梅川さんという女性、はいはいはい、実際その場所に何度も行って近隣の方にいろいろ聞き込みをしました。終戦があった10年前っていうのは250名の方、うん、もう身元も分かりません。大量の死体が浮かんでるわけですよ。どうすればいいのとこれは、うん、なるわけじゃないですか、うんうん、で、もう話し合いのもと半分は仮装して、その残りの半分海岸に埋めたんですよ。うわさすがにその後海として遊ばれるのに、そうだよ、ドンピシャの海岸でやっぱきついわけじゃないですか、うん、でこの辺に木あるの分かるでしょ。あったね、あったあったあった。海岸に木があるじゃないですか。あれ、その梅川さんが50年ほど前お話を聞いた時はほぼ全部がもう枯れていたと。それなんでなんですかっていうのを、その近隣の方に聞いたわけですね、うん、そしたら近隣の方こう言いました。死体の油で全部枯れたんで。うわー、怖っ。怖っ。チャンネル登録高評価よろしく。そういう感じ。うわー
最悪や。やば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 いわ。最悪。いやー。あ、さて、ありがとうございます。ありがとうございました。